はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、建築基準法の二項道路について解説させていただきます。前回の建築基準法上の道路の中でも二項道路については簡単に説明いたしました。で、今回その二項道路についてさらに詳しくちょっと解説していこうと思います。二項道路になるとどういった制限を受けるのかっていうところを解説していきます。で、そもそもなんで二項道路って言うかっていうと、建築基準法の42条2項で規定されている道路だから二項道路って言います。まあこれは別に覚えなくても大丈夫です。で、二項道路っていうのは簡単に言うと、幅員道路の幅が4メーター未満の道路で、特定行政庁が指定した道路です。特定行政庁っていうのは知事だったりとか市町村長って考えていただいたら大丈夫です。特定行政庁が指定した道路ですね。これが二項道路です。で、この二項道路っていうのは4メーター未満の道路なんで狭い道路ですよね。なのでゆくゆくは4メーター以上の道路にしていきたいんですよね。なので建て替える際には一部自分の土地だったとしても道路部分になっちゃいますよっていう話が出てくるんですよ。どういうことかというと、今ここに道路があります。道路幅員4メーター未満の、まあ、狭い道路があります。で、すでに建物が立ち並んでいる土地なんですね。こっちにも建物があって、こっちにも建物がありますよって、そういった道路です。で、ここの土地に建物が建っているけれども、もう古くなったから建て替えたいといった場合、将来的にはこの道路を4メーターにしたいんですよ。4メーター以上にしたい、まあ、だから、まあ、少なくても4メーターにはしたいんですね。そのために中心線から2メーター自分の敷地側に行ったこの線、この線が道路の境界線とみなされるんですね。こっち書いてないんですけども、こっちもそうです。こっちも中心線から道路の中心から2メーター後退したこの線、この部分ですね、これが道路の境界線になってくるんです。そうするとこの部分だけで言ったら4メーター確保されるわけですよね。道路が現時点では道路は4メーター未満で狭いけれども、建て替えをすることによって道路の幅が4メーターになります。こっちの下の土地もそうです。同じようにしていったら将来的には4メーターの道路になりますよね。だからこういった制限を受けてくるんですね。で、これをセットバックって言うんですよ。セットバックっていうのはここから後退しますよね。2メーター後退する、こっちも2メーター後退する、バックする、これがセットバックって言われるもので、これが道路の境界線になるんですよ。2メーター後退した線ですね。道路の中心から2メーター後退したこの線、この道路の中心から2メーター後退したこの線が道路の境界線となります。そうすると元々の境界線はここでしたよね。これが自分の敷地、例えば100平米だったと仮定します。100平米でセットバックしたことによって、この部分道路になっちゃった部分が10平米だったと仮定します。そうすると100平米もともとあった土地なんだけれども、10平米分は道路とみなされるわけだから、自分の敷地っていうのは90平米になっちゃうんですよ。で、ここに建物を建ててくださいねってことになるんですね。で、この10平米分っていうのは道路になるわけだから敷地面積に入れないんですね。だから敷地面積は90平米になっちゃうよってことです。だから建平率とか容積率とかを計算する際の基準となる敷地面積は90平米として計算をしましょうっていうことになるんですね。ここまで大丈夫でしょうか。もうこれが基本です。これが分かれば次お伝えする内容も分かると思います。で、こっちの事例は道路の反対側が川とか崖だった場合、つまりこう土地じゃないと、人の土地ではない場合ですね。そういった場合どうするかっていうと、この場合も将来的には幅員4メートルにしたいわけだから、この川とか崖とかのこの境界線から4メーターセットバックするんですよ。4メーター後退する、この線っていうのが、この線が道路の境界線になるんですね。ここが道路の境界線で、ここが道路部分とみなしますよ。だから敷地部分っていうのはここですよ。残った部分ですね。これが敷地面積となりますよ。一緒ですね、考え方は。これが二項道路に関するちょっと詳しい話なんですね。セットバックっていう部分です。
ここはきっちり頭に入れていただければと思います。試験でもよく問われる部分なんで、何回か復習していただければわかると思います。そして弊社レトスは無料で宅建の相談を受けております。勉強の仕方がわからないとか、勉強時間の作り方がわからないっていう方は、ぜひお気軽にメールいただければと思います。お問い合わせフォームの方からメールいただければ大丈夫です。お問い合わせフォームについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひメールいただければと思います。ただ過去問だったりテキストとかの詳しい解説っていうのは無料ではちょっと相談に乗っておりません。個別指導の内容になってしまいますので、その点だけご了承ください。勉強の仕方と勉強時間の作り方、まあ、そういった、まあ、抽象的なところになっちゃうんですけれども、そういった勉強法に関する部分については無料でアドバイスさせていただいておりますので、お気軽にメールいただければと思います。宅建試験は勉強の仕方さえ間違えなければ1回で合格できる資格なんで、ぜひ1回で合格していただければと思います。あなたの宅建合格を願っております。レトスの小野でした。